進めさせていただきます。続きましてですね、桜名所プロジェクト、桜の木の下で南城市に桜の名所を作ろうプロジェクトです。では発表の方よろしくお願いいたします。こんにちは。南城市に桜の名所を作ろうプロジェクトを企画しています桜の木の下でメンバーです。私たちは南城市民大学7期生という園に並びました。市民大学に在学しながら今現在地区の緑化運動、観光協会、県の家庭教育支援アドバイザーなどをしています。本日はワンポイントを使いますので、ただ座りながら説明させていただきます。よろしくお願いします。この事業の目的は、南城市内に桜の木の下で花見をする場所が少ないと感じている。そこで玉城、大里、知念、佐敷、4つの地域の学校、PTA、福祉施設など各団体と連携し、苗から植樹、関係者とともに桜の成長を見守り、ゆくゆくは家族や友人、仲間とともに桜の木の下で語り合える憩いの場を作ります。南城市に桜の名所を作るのが目的です。この事業の内容としましては、南城市クスクロート公園敷地内に桜が植樹をします。南城市都市建設課よりも、より許可もしていただいております。食事の呼びかけを南城市内の小学校や中学校、そして老人会や福祉施設などへお知らせをかけます。中学校の70周年の時期なので、その記念食事になると思います。つい最近ですが、南城市のホームページ内の南城日記、4月27日にグスクロード公園に新しい遊具設置されましたと掲載されました。新しい遊具施設を設置した公園に桜植樹、地元の人々にも愛される場所になると思っています。先生の新しい遊具や子どもたちの笑顔も見てくださったと思います。食事後の桜の管理なんですが、造園業や桜に関連する方から食事と管理のアドバイスをいただこうと思っています。また日本花の会という団体に参加する予定を検討します。この日本花の会というのは、1982年に全国の桜研究家や学識経験者、桜愛好家、さらに桜の名所を持つ自治体の関係者の方々に呼びかけ、全国桜シンポジウムを開催し、1986年から市町村の共催となり、開催地に関連するテーマで社会的にも意義があるものとなっています。桜の名所づくりをテーマに掲げ、桜の持つ様々なパワーを追求していきたいという団体でもあります。今から26年前の1991年、沖縄県の本部町でテーマ「本部の桜と町づくり」というシンポジウムを開催していました。南城市でも桜のシンポジウムを開催するのも一つの目標です。桜のネットワークを広げるために定期的に会合を持ちます。暴風や害虫対策、草刈り、水やりなどの桜が育つ環境を整えます。南城市桜の木の下でというタイトルの SNS を開設し、食事イベントや成長の様子などの情報を発信していく予定です。それでは最後に、私たちからのメッセージです。未来ある子どもたちへ、生まれ育った南城市を育ったとしても、思い出の帰ってこれる場所がここにある、そういう居場所を作りたい、その思いが桜
はい、どうもありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。審査員の方で、質問がある方は挙手の方をお願いいたします。はい、お願いいたします。桜の種類は何がありますか？種類はね、とてもたくさんあるんですけども、沖縄で育つ桜というと寒桜になります。もとなんかに咲いている、あるいは八重だけに咲いているような桜です。ありがとうございます。はい、じゃあ次お隣にお願いいたします。今年はこの市の助成金だけで活動していく方針だと思うんですけど、その来年再来年と続けていくにあたっての資金源とかは大丈夫なんでしょうか？毎年見れて嬉しいねって思えるような、そういう場所をやはり
持ち続けながら毎年毎年楽しみにその桜に関わっていけるようなそういうイベントは、まあ、これから具体的になるかと思いますけど SNS での情報発信とかやはりそのやっぱ関わる方々からの具体的なそのアイデアとかを生かしながら考えていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあその他に質問はありますか。はい、お願いいたします。 SNS とかでも情報発信って言ってるんですが SNS っていろんなのがあるじゃないですか。インスタグラムとか Facebook とかそれってこういうイベントの情報イベントがあったよっていうことをお伝えするんですか。また頻度などを教えてもらえたら嬉しいです。今ドラマはない Facebook、SNS に開設しておく考えが2つありまして1つは Facebook であと1つは沖縄県のティーナブロックの方に、開設しようと思います。頻度といいますと、もう、今日5月なんですけれどもできれば6月から開設しまして頻度の方は本日こういったプレゼントがありましたとかあとまたそういったある、これからの、民間行事というのを配布しているかと思うんですがそれに応じて、情報の方が遅れることではなくてもっと先に週に最低週に1回は更新しようと思います。はい、ありがとうございます。その他にご質問ありますか。大丈夫でしょうか。それでは質疑応答の方も終了したいと思います。どうもありがとうございました。